はい、2月9日の金曜日です。で、なんか今回久しぶりにちゃんと、金曜日に、話すのをやってるかもしれないですね。前回はコロナにかかった、コロナ明けで、まあ、体調悪かったんです、みたいな話をしてたんですけど、まあ、相変わらずちょっと、声は鼻声だし、なんか咳込んだりはするし、みたいな感じで、熱は下がったけど、なんかそんなになんか回復したかっていうと、そうでもないなって感じなのが、今の実感ですね。で、今週は何があったかというと、東京は雪が、月曜日の夜から、夜というか月曜日の昼ぐらいから降り始めて、で、まあ、月曜日の夜帰るときは結構大変でしたけど、まあ、6日の朝はまあ雨が降って、割と雪が溶けたんで、電車とかもそんなにすごい遅れたわけじゃなくて、まあ良かったなと思いました。で、そんな感じで、なんか気温が低かったり、なんか気圧が不安定だったりすると、やっぱり体調に影響あるなと思って、なんかやたら眠かったり疲れたりとかっていう、ことがあったりはしました。で、昨日は人間ドック受けてきて、まあちょっと結果は待ちですけど、まああんまり、人間ドックの結果もそんなにそう健康体ではないですね。まあ今もいろんな、ちょっといくつか通院とかもしてるし、まあ逆に通院とかしてるから人間ドックで数値がなんかあんまり良くなかったら、主治医の先生、かかりつけの先生とか行ってくださいねみたいな話にはなると思うんですけど、まあ、それはちょっと結果待ちかなって感じです。で、まあ、人間ドックは2時間もかかんないで終わったんで、あとはちょっと買い物とかをしてきました。文房具見たりとか、ちょっとプレゼントを買いたいなと思って買ったりとかしてきて、っていうのが昨日。で、明日からは3連休ですね。まあ、そんなに特に予定とかはなくて、明日はちょっとまた病院って分かりだけど、まあ、病院です。で、11日の日曜日は本当はワンフェスがあるんですよね。ワンフェスで、ワンダーフェスティバルという、模型とかガレージキットを、ご自身でパーツとかを作ってる方が販売するっていうね。で、まあ、コミケは、本とか印刷物とかじゃないですか。それのその模型とか、プラモデルというよりは、まあ、ガレージキットと言われる、ものが多いんですけど、そういうものを展示したりとか販売したりする、催しが、ワンダーフェスティバルっていうのは年に2回行われて、それの冬がね、明日なんです。明日、11日の日曜日なんですよ。で、幕張メッセであるんですけど、ちょっと私は残念ながら別の場所に行くので、今回のワンフェスは見送り。この日がまたなんか、声優さんのイベントがやたら多い日なんですよね。なんで声優さんのイベントって同じ日に重なるんだろうって、まあ、毎週末どっかでやってるだろうって言われたら確かにその通りなんですけど、重なるよなっていう、しかもなんか客層が近そうな、催しが重なったりするよなとは思いながら、私はちょっと12日は、とあるイベントに行ってきます。で、12の月曜日はもう何もないので、ゆっくり家にいて、まあ、体調悪かった間何もできなかったんで、その、なんか、リカバーというか、テレビ、取りためてたテレビを見たりとかですね。あとゲームをやっぱりやたら買ってるんですけど、なかなか手をつけてなくて、ちょっとそれを少しずつ遊びたいなっていうふうに最近思ってきました。なんか、ちょっと今ちょっとゲームに熱が、傾きつつある時期かなっていうふうに自分では思ってます。そんなところかな。なんかもう5分も喋ることはないですね。まあね、なんか、そういえば、昔から、一応ここで、なんか喋らせたいことがあればっていうメッセージとか募集はしてますけど、まあ、メッセージは何もないですね。まあ、大体いつもないんですけど。ので、特にその辺もなく、とりあえず今週はこんな感じかな。まあ、イベントに行ったらまたその感想は喋ろうかなと思いますので、ひとまずはこんな感じですっていうところです。で、なんか変な日本語。まあいいや、そんな感じです。